この動画には、以下の要素が含まれます。苦手な方は、ブラウザバック推奨です。第2回、ゆっくり兵器解説、始まります。今回の車両は言わずと知れた傑作兵器、BM13、カチューシャです。ソビエトの自走ロケット砲だな。赤軍といえばこれだぜ。それでは早速開発経緯から見ていきましょう。第一次世界大戦後の独ソ相互支援条約であるラパッド条約のため、1930年代にドイツからロケット兵器の情報がもたらされます。そこで、ソビエトでは既存の空対地ロケットの地上配備を計画しました。これがカチューシャの元になったんだな。開発当初は、エローザ、と呼ばれていたこの自走多連装ロケットは、従来の火砲と異なり、経済的であること、また自走化により陣地転換もしやすいといった利点がありました。使用された航空ロケットの正式名称は RS-82 及び RS-132。ノモンハン事件において、85回の空戦で約10機の日本機を撃墜した、実績ある兵器でした。これを地上兵器に転用するのは当然の運びってわけか。そういうことです。1941年4月に正式採用されたエローザは、同年5月、当時のソ連領オルシャフ近の戦闘で初投入されました。正式化から一月で実戦。相当追い詰められてたんだな。前線が近かったというのもありますね。この攻撃にさらされたドイツ軍先鋒隊は、司令軍に正体不明の速射野砲による射撃を受けた、と報告しており、その衝撃の大きさが伺えます。わずか数十秒で重砲弾数百発分のロケットが撃ち込まれるんだから、やられる側はたまったもんじゃないぜ。実際、この兵器は心理的なダメージも重視されていたようで、3日2晩カチューシャの持続的な射撃を受けて、気が触れるドイツ兵が続出したという記録もあります。実際は想像以上に重圧だったのか。ともかく、初戦で大成功を収めたカチューシャは、それ以降様々な戦闘に用いられ、スターリングラード戦ではドイツ軍歩兵師団を丸ごと消滅させた、なんて逸話も残ってますね。普通にありえそうなのが恐怖だな。赤軍の投進に合わせて、多くの都市がカチューシャの攻撃を受けました。特にベルリンの戦いでは、わずか1週間足らずで市街地を瓦礫に変えてしまったんです。では次は、車両構造について見ていきましょう。構造は見たままって感じだな。量産性を優先してますからね。いくつかバリエーションがありますが、トラックにロケット砲火を据え付けるという点は全てに共通しています。とにかく簡易な構造に重きが置かれてたんだな。そのため、ロケット発射機も非常にシンプルで、8本の鉄レールを柵状に並べただけというものです。ちなみにロケット弾は697万発にも上る生産数を記録しています。こういうところはさすがソビエトだな。これはロケット弾も簡易な構造だったというのも大きいですね。割と設計と運用構想は正しかったみたいだな。ではなぜ、ソビエトに先んじていたドイツ軍のロケット兵器の印象が薄いか、詳しく掘り下げていきます。確かに言われてみれば謎だな。ドイツにもそういった構想はありそうなもんだが。はい、これには対戦初戦の成功が大きく影響してしまっています。というと、西方電撃戦か。そうです、そして電撃戦で活躍した兵器といえば、戦車と近接航空支援。その通り、この成功は以降多くの兵器開発に悪影響を及ぼしました。ロケットを何十発も撃ち込むよりも、数機の急降下爆撃機で攻撃を重視する考えがあったようです。急降下爆撃至上主義だな。空軍の爆撃機開発にも影響してたぜ。ところで、そんな航空支援も大戦後半は制空権喪失してたよな。そこがポイントなんです。ロケット兵器は攻勢側が防御陣地に撃ち込むのが有効な使い方です。ですが、すでに制空権を失った時点で姿勢に回っていたドイツ軍には、有効に使える局面が少なかったってことか。まさにそうです。例外的に、通常の砲兵がすり減っていたバルジの戦いでは、砲兵隊の主力はネーベルベルファーだったようですね。意外なとこにも電撃戦の功罪が見え隠れするんだな。ドイツでもカチューシャに習い、いくつかのロケット車両が運用されてはいました。現代でも多連装ロケットシステムが未だ配備されてるあたり、意外にもソビエトが先進的だったんだな。ロシア本国でもカチューシャの系譜が脈々と受け継がれていますからね。確かに二次大戦における革新的兵器の一つでしょう。はい、というわけで今回はここまでです。少しマイナーなカチューシャロケットの解説動画でしたが、どうだったでしょうか。この動画でカチューシャ数が増えるといいな。気になった方はドイツのロケット車両も調べてみると面白いですよ。できれば登録もよろしくな。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。